ココノのムービーセレクション。こんにちは、ビレックスのモコです。今回は、ボン・カーワイ監督の作品についてお話ししたいと思います。ボン・カーワイ監督、すごく好きな監督です。火曜年華っていう作品を今日は紹介というか話します。火曜年華はお花の花に様子の何々様の様に年月の年に花です。で、1960年代の香港を舞台に既婚者同士の切ない恋を描いた映画っていう内容なんですけど、火曜年華は中国語で花のように美しい時代とか時期みたいな意味を指していて、人生の中で最も美しい瞬間っていう風な意味合いで使われます。なんか私そこまで BTS のファンではないんですけど、 BTS K-POP ですね、 BTS が昔出した曲で火曜年華っていうのがありました。はい、これとつながってるのかどうなのかまでは私はよく分かってません。でもそれもなんか人生の中で最も美しい瞬間っていうのが恋愛的な意味じゃなくて青春的な意味も含まれるんですよね。そういう意味が向こうの曲にはあるのかなっていう感じですが、あらすじをざっと説明します。舞台は1962年の香港、ジャーナリストのチャウ、これがトニー・レオンさん、この方もすごい有名な俳優さんですが、妻と共にあるアパートに引っ越してくるんですけど、その同じ日に隣の部屋にチャン夫妻、これがマギー・チャンさんが演じてらっしゃるんですけど、奥さん役を、この方もまたすごく有名なすごく綺麗な方です。で、が引っ越してきて、引っ越してくるんですけど、このチャウ、トニー・レオンさんの奥さんとチャン夫人、マギー・チャンさんの旦那さんがそれぞれお仕事が忙しくて出張に行ったりとかしてあんまり家にいない状態なんですよ。で、2人はそれぞれの部屋で1人でいることが多い状態で暮らしてるんですけど、で、集合住宅で、共有する仲間として出会ったこの2人がやがてはお互いのパートナー同士の不倫に気づくんですよね。で、そこから2人は次第に親密になっていくっていう話です。はい、最初はなんかその不倫に対する復讐とか問い詰める時の文言を考えるとか、なんかそういう関係性から始まった2人の関係がゆくゆく、まあ、結局は自分たちも不倫してしまうみたいな方向にでもこの映画は不倫してるっぽく全く描かれてないんですよ。それがすごいとこなんですよね、この作品のです、はい。ウォン・カーワイ監督は1990年代の作品だと欲望の翼、恋する惑星、天使の涙、ブエノスアイレス、2000年代は火曜年華と2046、火曜年華の続きって呼ばれてるような作品なんですけどが有名かなっていう、私はこの辺りを見ました。で、この火曜年華なんですけど、さっき言った欲望の翼っていう作品の続編2046の前編って言われているんですけど、なんか登場人物が同じだったりするんですよ。1960年が舞台の欲望の翼で、レスリー・チャンを演じてるヨンディに恋していた女性がその2年後に既婚者になってるみたいに見えるみたいな、はい、なんですけど、まあ、なんかコメントとして、監督が実際のコメントとしては欲望の翼の
続編のように描いているようで続編ではないっていう、なんかすごい曖昧な答えを言ってらっしゃるんで、まあこれはきっと続編っていうふうにはなんか捉えなくてもいいのかなっていう気持ちで、私はなんか別々だなって感じで見てました。でどっちかっていうと個人的には2046とのつながりの方が強いと思っています。なんですけどこの2046めっちゃ SF 味が強いんで、なんかそこもまたちょっとあのつながりが曖昧チックな感じになってるなっていう。これいつでしたっけ、私が2004年小学生とかですかね。なんか王様のブランチで木村拓哉さんがこの映画に出るみたいなのをなんかやってたのを見た覚えがあります。この映画を実際に見たのはもっともっと年いってからですけど、年いってからっていうのは大人になってからですけどですで、なんかウォン・カーワイ監督のそのさっきも言ったようになんか作風が独特で、なんか不倫をしてるっていう風に描きすぎてない部分が良さだったりするんですってお伝えしたと思うんですけど、その作品を作る過程ですごい特徴的なんですよ。っていうのもあらかじめ脚本の内容を固めてしまわずに撮影の過程で撮り直しを重ねながら物語を作り上げていくスタイルらしいです。なんかそうですね、なんか監督によって本当そこはめちゃくちゃ分かれるんだよなっていうふうに思ってますね。なんかこのウォン・カーワイ監督とかは自分でも先がどうなるか分からないレベルの決めてなさらしいんですよ。でそれでそれはすごいことだと思いますよね。やっぱなんかそれで作れてしまうっていうのもすごいですし、なんか別の監督とかだとなんかもう構想が完全に頭の中にあって綿密に指示して作る監督もいるなっていう印象ですね。いろんな作り方があるんだなって勉強になります。で、火曜年間についてご自身がコメントとしておっしゃってたのが、キャリアとして最も難しい撮影だった、どんな展開になるかは自分にも分からなかったっていう風にコメントをされていて、撮影に15ヶ月もの期間を要しています。普通なら長くても多分 2,3 ヶ月とかだと思うんですよ。なんか監督によって例えば春夏秋冬その映画の中で描かれるとしたら、ちゃんとその季節に撮りたいとか、なんかなんていうんですか、例えば同じ A の場所で撮る B の場所で撮るがなんか交互に行われたとして、全部一気に A の場所で撮って時系列はバラバラになるけど一気に B で撮るみたいなやり方をする監督がほとんどの中で、その時系列に沿ってこっちも行ってあっちも行ってってやる監督もいると思うんですけど、それともまた違うんですよね。このどんな展開になるか自分もわからないって言っちゃうとこがすごって思うんですけど、でもなんかそれで俳優さんとかスタッフもついてくるってことが、やっぱそれだけ信頼されてる監督っていうのを思いますね。15ヶ月か1年ちょい、すごいな。しかも撮影にですからね、これ構想を考える段階ではもうちょっとかかってるんじゃないかなって思います、はい。で、お話の方に戻るんですけど、さっきもちょろっと話したように最初2人、そのトニー・レオンとマギーちゃん、この2人の関係っていうのはパートナーへの復讐心とあと不倫ごっこみたいな感じでなんか始まるんですよね。なんかもし旦那さんが帰ってきたら問い詰める時の言い方みたいなのを練習したりとかなんかそういう感じから始まったのが、なんかその後のなんていうんですか、でも2人も不倫関係になったみたいなのがなんとなく分かってくるんですけど、そのなんか大きな特徴として時間経過がめちゃくちゃ曖昧、どれぐらいのタイミングで2人がそうなったのか、どれぐらいの期間そうだったのかみたいなのとかが全然描かれてないんで、なんかすごい見ててんみたいな、
最初はこれが2人の不倫してる映画って全然わからなかったんですよ。でなんか2人が密会する場所っていうのもなんかやっぱり隠れてるような場所だったりとか、どこかの帰り道の途中だったりとか、なんか特徴的だなっていう感じですね。大っぴらにホテルでみたいな、そういう不倫じゃなくて、なんかこうお互いがお互いを必要としてるから、それぞれのなんか場所でタクシーの中とか帰り道とかそういうとこで、ね、会って話してみたいなのが場面として多かったかなっていう印象で、なんかすごくプラトニックっていう言葉がなんかよぎりますね、こういうの見てると。はい。で、まあ、なんかその独特の雰囲気は他のどんな不倫映画、不倫っていうか恋愛映画、どんな映画でも味わえない感じなので、なんかこれは見てくださいもう大体の作品が見てくださいにしかならないんですけど、ね、で、なんか裏話をいろいろ調べていました、当初1962年から1972年までを描く予定だったらしいんですけど、なんか実際に1966年ですよね、その途中で中国で文化大革命っていうのが起きたらしいんですよ。で情勢が一変して、第二次世界大戦後は社会主義国家だった中国、香港は資本主義国家だったから、ここの行き来、人の行き来っていうのがすごく制限されてたんですけど、この1966年の文化大革命っていうのを受けて、中国大陸からその中国人が香港にどんどん流れてくるみたいなことが起きたらしいんですよね。で香港の人口が急増するんですよ、ここで。で中国の共産党の影響もあって、香港で死者とか負傷者が出るようなデモとか暴動が起きたらしいです。なんかネットには結構数とかも細かく書いてたんですけど、すごいなんか規模で起きてたみたいです。で映画の中では1963年にシンガポールから戻ってくるみたいな場面があるんですけど、1966年ですねの香港に戻ってくるみたいな場面があってなんですけど、そしたらもともと住んでたその集合住宅の人々がなんかどんどん香港を去っていってる、他のなんか大家さんか誰かがアメリカに引っ越す、アメリカだったかな、アメリカに引っ越す予定なんだみたいなとか、なんかとにかく香港もみんなが離れていくみたいな流れになっていくんですけど、それはなんかもともと予定としていた1972年まで描くつもりだったのが、その時代の情勢の変化によってなんか作品の流れが変わって、作品も1966年までを描いた作品で終わったっていう風になってるらしいです。なんかそういう意味ではただの作品っていうより、その当時のその国のまあなんか政治とかっていうのが関わってるんだって思うと、なんかすごく見る視点もまた変わるのかなって思ったりしました。私政治のこと全然わかりませんよくわかってませんが、そういうことがあったんだっていうのは勉強になりました。はい、本当に政治よくわかんないんですよ。わかります、わからないと思う。わからない歴史も弱いです、私文系の科目本当弱いんでちょっとはぁって感じですけど、はい、でラストのシーン、ラストあたりのシーンでチャウ、トニー・レオンさんが自身の抱えた秘密をカンボジアのアンコールワットの遺跡の中に、なんかひびみたいに開いた穴の中に囁いて、その秘密を封印するんですけど、そのシーンを見るとなんかこの
2人の関係はここで封印されたみたいな意味なのかなって捉えることができるかと思います。なんかそこの映画の中で2人の関係をはっきり描かなくてそういうシーンがあってってなるからこそ映画の中でなんか2人の物語が一生永遠に生き続けるんだなみたいな、なんかすごい好きな作品です。はい、で温川愛監督は次回の、次回天使の涙っていう作品について喋ろうと思うんですけど、それもそうなんですけどカメラワークがめちゃくちゃかっこいいんですよ。本当になんかって感じですね。あんなかっこいいカメラワーク、私は他の監督のカメラワークも好きですけどなんか真似できないと思います。他の監督の良さと全然違う良さがあるんでですね、なんかすごい好きな。でカメラワークというかカメラの監督、撮影監督が別でいるんですよ。その方の話はまた次回できたらって思うんですけど、いや音楽も良くてカメラワーク特にスローモーションになるシーンがめちゃくちゃいいんですよね。スローモーションになった時急に音楽がファーって流れて、ああ語彙力なんかこれは昔京都の南海館っていう映画館で友達と見に行ったんですけど、なんかもともと DVD を借りて見てて作品は知ってたんですけど爆音上映っていうのがあって、はいはいはい、爆音上映で結構前の方の席で見た時もうなんか映画は映画館で見なきゃいけないんだってすごい思いましたDVD とかそのこのスマホの小さい画面とかで見て見た気になってますけど、いっぱい通知来てるなってますけど、やっぱり映画は映画館で見るべきだなっていうのはすごい感じましたね。はい、じゃあまた次回もウォンカーワイ監督の話をするんでぜひご覧ください。ありがとうございました。